この動画には、以下の成分が含まれています。それでもいい方は、ゆっくりしていってね。皆さん、こんばんは。今週も焦点の時間がやってきました。前回の最後から、若手霊夢さんが座布団10枚にリーチをかけております。ちなみに、座布団10枚に達した方は、賞品にハワイ旅行、副賞に100万円を差し上げます。それでは、まんじゅうな3人に挨拶していただきましょう。最近暑くなってきましたね。暑いといえば、沸騰しているお湯に腕を入れてしまうことありますよね。絶対ねえよ。私はこの前それで軽い火傷になってしまいました。よく軽くで済んだな。皆さんもお気をつけください。天才低霊夢でした。では続いて、ド天然低フランさん、どうぞ。どうも、ド天然低フランです。最近暑くなってきましたね。暑いといえば沸騰したお湯に。なんで同じ話してんだよ。それではお三人ありがとうございました。それでは早速お題に行きましょう。今回は単純に謎かけしていただきます。思い浮かんだ方、挙手してください。はい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 。はい。ではフランさんどうぞ。なんで？ウェットティッシュとかけまして、マラソン途中リタイアと解きます。その心は？どちらも乾燥していません。なかなか面白いですね。ダマダ君、一枚あげてー。やったー。では他にあるでしょうか。はい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 、リーチがかかった霊夢さん、もうやだ。たこ焼きとかけまして、ダイヤモンドと解きます。山田くん、全部持ってって。え、私まだ何も言ってないよ。だって座布団10枚にリーチだったじゃないか。いやいや、なんでそんな理由で。他に誰かいますか。はい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 。誰もいないみたいですね。では今週はこの辺りで終わりにします。また来週。もうやだ。じゃあ続きをやっていきます。今回は何をするんだぜ。そうだね。前回は洞窟に行ったし、今回は村でまったりしようと思ってるよ。前回洞窟行ったから今回行かなくていいってわけではないんだぜ。だって行きたくないんだもん。まあ、村でまったりすると言っても何かしないといけないんだが、何をするんだぜ。今回は前から言っていた、村に柵をつけたいと思います。ようやくか。今まで全く作ろうとすらしなかったし、もう作らないのかと思ったぜ。でも今回柵を作るだけの動画になってしまうかもしれないんですよね。この動画の編集中、ウプ主は熱が38度弱あったみたいで、編集長くなると体力的にもやばくなりますが、何より、動画のクオリティを下げたくないとのことです。いやいや、元からこの動画のクオリティなんて皆無に等しいじゃないか。てか熱があって編集きついならあんなオープニング作るなよ。なんか最初はショートバージョンにしようとしてたみたいだけど、なんか作ってる間に色々アイディアが思いついたらしいんだよね。なんだそれ。まあ別にいいんだがとりあえず作業に移ろうぜ。そうだね。じゃあ木をカットし終わるまでカットしようと思ったんですが、洞窟を見つけてしまいました。霊夢、行くよな。もちろん抵抗したのですが、今みたいに脅され今から洞窟に行きたいと思います。霊夢の抵抗が今回凄まじすぎて、そんなに深くまで行かないことになってしまったがな。だって、今回村で平和にゆっくりまったりできると思ってたのにさ。どんだけ洞窟怖いんだよ。とりあえずさっさと行きます。相変わらずグダグダしてますが申し訳ありません。さて出発。って思ったらスケさーん。ほら霊夢、頑張れ。うおやー、適当斬りー。またその技か、適当斬りってただ振り回すだけじゃねえか。でもちゃんとスケさん倒せたよ。今回は一体だったからよかったが、囲まれたりしたらパニック起こしてやられるんだぜ。結構奥まで続いてるのかな？そんなに広くなくていいんだけど。お、石炭だぜ。松明を村にたくさんつけたいしちゃんと取っていこうぜ。そうだね、松明をたくさんたくさーんつけないといけないもんね。おい霊夢、お前もうあんな儀式ロードなんて作るんじゃないぞ。私は他の実況者さんが作っているような綺麗で、清楚な村作りをしていきたいと思ってるんだぜ。え、あれのどこが清楚じゃないの？清楚の塊だよ。
いやいや、あれを清楚なんて言ったらポケモンのベトベトンも清楚なんだぜ。てかこの動画がどんどんゲテモノを作る動画になっていかないかがすごい心配なんだぜ。あんな素敵な建築の数々を見せられて視聴者さんも喜んでるはずだよ。視聴者さんすみません。こいつを後で殴っておきますのでブラウザバックしないでください。マリサさんごめんなさい。視聴者さんに謝りますので殴らないでください。こいつも反省してるみたいなので、許してやってくれたらありがたいです。さあバカレイム、先に進むぞ。はい。ここは意外と鉱石多いな。石炭もたくさんあるし、これで松明には困らないんだぜ。確かに多いね。じゃあ作業が長くなるので倍速かけます。あと今回、動画の投稿が遅れてしまい申し訳ありません。先ほども話しましたが、体調を崩していたため編集ができず遅くなってしまいました。ですがもう体調の方は万全なのでじゃんじゃん動画投稿していきたいと思ってます。ポケモンの動画の方も投稿していくのでよろしくお願いします。ところで霊夢、村の柵も今回のパートでちゃんとつけるんだよな。まさか洞窟だけで終わらせるわけないよな。え、洞窟で十分なんじゃない？何言ってんだ、今回の洞窟は敵もスケルトン一体と戦っただけだし、何にも面白みがない動画になってるんだぜ。本当は次のパートに回そうと思ったんだけど。じゃあ今回も柵を加工までやって、あとは次のパートにしてもいいかな。まあ私が洞窟に行けって言ったんだし、仕方ないか。じゃあ今回柵加工のを少しやって、次回がっつりやれよ。はいはい、了解しましたー。こういう時だけは返事がいいな。じゃあこの後は洞窟から出ただけなのでカット。単調作業になるので倍速で行くよ。ところでどんな感じにするんだ。今回は本当に加工だけで、次回でモンスターが入ってこれないように、シャベルで掘ったりしていきたいかな。今回も軽く掘ったりはするけどね。あと思ったんだが、村人だいぶいなくなってないか。多分柵で囲わないでいたから、洞窟入ってる間にモンスターに襲われたか逃げたんだろうね。まあでも柵を作った後、荒廃させるか、金のリンゴを使って村人ゾンビを治療します。金のリンゴをゲットするには金をゲットしないとな。鉄道のために金と鉄もいるし、これからもやることいっぱいだね。そうだな、これからもまったりやっていこうぜ。じゃあまた同じ作業なので少しカット。だいぶできてきたな。そうだね、でも同じ作業だからだいぶ飽きてきたよ。この作業がマイクラの楽しさだと思うんだがな。このままだとモンスターに入られてしまうし、ちゃんと次回整地するんだぜ。もちろんわかってるよ。では今回はこの辺りで終わります。最近たくさんの方から応援コメントをいただけて本当に嬉しく思っています。これからもこんな動画ですが応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。あともしよろしかったらチャンネル登録の方もしていただけたら嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。